ホホダカは中国の電子機器メーカーである。1995年9月18日、中国関東省のトンガン市長安鎮において、段衛兵によって設立された。社名は、ホホ・こう登るにちなむ。主に児童向け、先生向けの語学学習機、教育用機器、電子辞書などを製造している。かつて、小和を学習機の製造で知られたメーカー。 小波王の社員が独立してできた会社で、ほほ子自身もファミコン五感機を製造していた時期がある。2021年現在、スマホメーカーは、ビーボ、オッポ、ワンプラス、リアルミー、イモの5社を参家に持つ。特に、OV と並び称される、スマホシェア世界5位のオッポと6位のビーボに7位の、リアルミーのシェアを合わせると、実質的には、世界1位のスマホメーカーである。 ビーボとオッポの設立者、創業メンバーは共にホホダカの出身であり、また両者はホホダカの設立者であるダニエイイによる財政支援を受けている。BBK 参加の企業のうち、オッポはホホダカの AV 部門が、ビーボはホホダカの通信機器部門が独立してできた企業である。ワンプラスは、オッポの高級ブランドとして2013年に立ち上げられ、後にオッポ本体とは、 独立した会社になった。シェアは少ないが、プレミアムスマホ市場だけで見た場合は、それなりのシェアがある。リアルミーは、インド市場における小米のくれない米シリーズに対抗する連鎖スマホメーカーとして、オッポから派生する形で2018年に立ち上げられた。2019年第1四半期において、インドのスマホ市場で、小米、サムスン、ビボ、おっぽに次ぐごい。ちなみに、 ビボ、オッポ、リアルミーを合わせた BBK グループ全体では小米に次ぐ2位となり BBK グループはリアルミーの底上げによって2019年にインド市場でサムスンを抜いたイモーは児童向けの教育用スマホメーカーとして BBK 本体から派生する形で2016年に立ち上げられた2019年現在スマートウォッチのイモーウォッチンがヒットしており 中国のスマートウォッチ市場でアップルとサムスンに次ぐ3位。なお、オッポとアンプラスは同じ王子やグループを形成しているが、オッポとビーボはライバルとのこと。1989年3月、大学に再入学して経済学士をとって卒業した当時30歳の創設者であるダン・エヘは、関東省中山市のイカ集団に就職。その参加の 小波王という社員20名の小工場に配属された。工場上に就任したダン・エヘイはン任天堂ファミリーコンピュータの互換機の製造で赤字であった小波王を立て直すことにして1989年に小波王遊戯機を発売。なお、この時代のファミコン互換機は、任天堂に無許可であり、 ソフトも海賊版が多かったが、当時の中国は著作権法が未整備であったため、合法であった。さらに段ヘ平は、ゲーム機を遊ぶのは子供だが、これを実際に購入するのは子供の親であることを理解したため、遊戯機に自作の教育用ソフトウェアを付属させ、その一方で、ギャラクシアンやスーパーマリオブラザーズなどのゲームも遊ぶこともできるという、 学習機との名目で販売する戦略を取った。中国全土の子供の親と子供自身がこれに飛びつき、昭和王は200万円の負債を抱えた、小工場から一気に売上高10億元の大企業へとなり上がった。昭和王遊戯機、あるいは学習機は1990年代の中国大陸で普及したファミコン互換機の代名詞となっている。その後、は、 小販を学習期で儲けた資金を電子辞書の開発に費やした。当時はパソコンはまだまだ大きい上に高価で、しかもソフトウェアの操作は複雑であった。そこで当時の中国ではそれまでの10年ほどの期間に電子辞書の普及が進んでいたが、外国産である電子辞書は中国の人民にはかなり高価だった。そのような市場の状況を見抜いた段は電子辞書に参入して、 大成功を収め、中国国内市場を支配した。黎明期でも、成長期でもなく、市場が成長しきった、停滞期にこそ参入して成功するという哲学は、ファミコンを換気時代からその後のスマホ時代までも、貫かれている。しかし、段永平は昭和王の経営陣と対立し、数名のメンバーと共に辞職して独立する。1995年9月18日、 ホホダカの前身となる関東力ダカ電子有限講師が設立される。1996年には力ダカ電子からホほこ電子に名前を改める。1997年8月、ホホダカは大スタージェットリーをビデオ CD プレイヤーの広告に起用。また、1999年7月には大スター超恵み妹をまた読み機の広告に起用。 このように広告に多量の金をかける戦術でホホダカの名前を広め、2000年10月、ホホダカは、広東省産業管理局に有名な商標と認定される。2002年2月には、国家交渉行政管理総局商標局,局に、中国派生名商標と認定される。2002年9月、ホホダカの電話機が国家室検送局に、中国名配産品と認定される。 2003年6月、関東商科学技術庁に、更新技術企業と認定される。ホホダカは2001年に iPod ブームが起きた後、2004年から、オッポのブランド名で MP 3、MP3、MP4 プレイヤーを売り出すなど、ホホ高が山際同然の露骨な後追い製品を、大量の広告で売るという戦術を取っていることは、中国人民にも見え見えだったが、それでも、 本百の三歳期とは違って、技術と品質が必要十分なレベルを保っていたことが、頬高が、若者の信頼と支持を得て、大きくなれた理由だという。2001年にダニエイ兵が、頬ほ電子の経営から退いて、米国に移住した後、頬ほ電子の経営は、陳明家陳、らに委ねられた。ダニエ兵は、ほほ集団の当事長を務める、傍らで投資家となり、 中国のウォーレン・バフェットの異名を取る。2010年代においてもホホ、コーデン氏は、教育機器で安定した利益を上げており、ビーボブランドで、スマホ市場に再参入した時の広告構成には、その利益が当てられた。2016年、新ブランド、イモーデスマホ事業に4度目の参入。ありがとうございます。